アイプチやっても浮いてきて、アイテープしてもヒュン現象が起きて戻ります。どうしたらいいですかってコメントをいただいたんで、今日はそれに答えていきます。比較的に夏美もそうやねんけど、まぶたがめっちゃ重たい人とかはヒュン現象とか、アイプチがすぐ浮いてきたりしてしまうねやんか。二重にしたいところの線を決めて、10往復ぐらい肩をつけるねんけど、この時にポイントが、目頭のところを遠くにこうやって二重の線をつける。基本二重の線は目頭のところから出てきてるから、ここがしっかり二重じゃないとヒュン現象やったりとかアイプチが浮き出てくるよ。あ、力入れすぎてやるとちょっと痛いから優しめにやってあげてな。